安城太座は YouTube のブザー音でやってますか？あ、それ結構質問で、あ、多分コメントもくださってたんですけど、質問で。まあ、安城多田のブザー、YouTube やと YouTube 開いてわざわざってやった、ついでに YouTube 見たりして、ね、せっかく脳内デトックスしようか言うてんのに邪魔なるからどうしたらいいみたいな、あったんですけど、あ、おすすめは、その YouTube のブザー音、まあ、ダウンロードしといて、オフラインで聞けるようにしとくか、あとは、アップルストアとかで安城太座調べていただいたら、アプリあるんですよ。へえ、そうなんや。900円ぐらいで買い切りのアプリなんですけど、まあ、有料やけど、それ1個買うといたら900円ぐらいなんで、もういつでもいちいち YouTube 行って、ついでに YouTube 意味ない動画見てまうリスクとかもなくできると思うんで、へえ。ダウンロードかアプリ買うか、どっちかです。へえ、あ、そんなんあるんやな。ありますよ。なるほど。